こんにちは、平井博明です。今回はですね、クラブの軌道が安定しない方へ向けての動画を撮っていきたいと思います。毎回同じように振っててもカメラを撮ってみると、毎回クラブの通ってる軌道が変わっててずれてしまってるとかっていうお悩みがある方結構いらっしゃると思うんですが、その方にとって少しでも参考になる動画となってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンナップゴルフ。そもそもなんでクラブが安定しない、軌道が安定しないのかっていうと、第一にと言ってもいいぐらいクラブが合ってないですね。ご自身のスイングスピード、パワーに対してクラブが合ってない可能性が大でございますので、今一度クラブの確認をお願いいたします。どう合ってないかというと、だいたいクラブの軌道が安定しない理由は軽いです。軽すぎる。あとは軽いって言っても何が軽いかというと、もちろん総重量が軽かったり、ヘッドバランス、ヘッドだけの重さですよね、が軽すぎるとクラブがどこを通ってるか分かりません。例えるならば、紐に先に重りをつけてグングングンって回すのと、何にもつけないで紐だけ回すのじゃ全然安定感って違いますよね。必ず先に何かついてこうやって回した方が安定しますよね。それと全く一緒なんです。物の重さが軽ければ軽いほど、どこを通ってるかわからないのでクラブの軌道が安定しません。ただヘッドスピードによるんですよ。もちろんその速ければ重さを感じづらいので、もっと重くしなきゃいけない。そもそもヘッドスピードが遅いんだったら軽くしないといけないんですが、軽くしすぎるとヘッドスピード遅い人でももちろんクラブがどこにあるかわかんないので暴れてしまいます。クラブもそうなんですが、体の使い方、軌道の問題で、クラブがこっちに倒れちゃう、後ろにこうクラブがずれて軌道から外れてしまう方は、球を捕まえるイメージが強すぎたり、フックボールを打とうとしている気持ちが強かったりすると後ろに倒れたりしますし、逆にクラブを上げて前にこうやって倒れてクラブをこう使ってしまう人なんかは、打ち急いでるだったりとか、あとはクラブが軽すぎるんで手の力でこうピッと前に行ってしまうことが多いです。なので、そのスイングの軌道のこうズレのタイプによってクラブをどう変えていくかっていうのが変わってくるんですね。それとですね、安定した軌道を得るために、そのご自身に合ったクラブを選ぶとですね、もちろんインパクトにクラブが戻ってきやすくなりますので、勝手に芯に当たってくれるようになります。なんでそういうメリットもありますので、自分に適正な重さだったり硬さっていうクラブを見つけていただくのも上達の第一歩になります。何をやっていただきたいかというと、ご自身の基本となるスピードを知っていただくことが大事なんです。ギアが好きな人だったらお分かりになると思うんですが、僕5の S と8の X、 ヘッドスピードどう変わるかって言ったら、僕一緒なんですよ。 50g 台も 80g 台もヘッドスピード一緒なんです。それは自分がドライバーはこのスピードで振りますっていう基本のスピードがあるんで、そのスピードで振ろうとしてたら、重かろうが軽かろうがヘッドスピードって変わんないんです。それはトラックマンを使って測ってもらいました。飛距離も 2,3 ヤードしか変わんないんですよ。で、変わったって言っても 5X、5S が飛んだりとか、あの 8X、8S が飛んだりとか、もうまばら、要はあんまり変わんないんです距離も。なんで自分のスピードが決まってて、ドライバーはこういうスイング、こういうスピードで振りますよっていうスピードがあれば、結局安定するんですよ。なので、そのいや軽いから速く振れるとかですね、重ければスピードが遅くなるっていうことは僕はないです。それはさっきも言いましたけども、ドライバーの振るスピードが決まっているからという答えなんですね。なので、そういう基本的なスピードをドライバーなりアイアンなり見つけていただくことが、ボールも安定しますし、スイングの軌道なんかも安定につながりますので、そのスピードを見つけていただくことが大事かと思います。でもいろんなクラブ使いたいですよね。フジクラシャフトだったり、三菱ケミカルだったり、グラファイトデザインだったりとかっていろいろあると思うんですけども、アイアンだったら NS プロとかですね、いろいろ使ってみたいですよね。なので、その使ってみたいクラブを自分のものにするために、まずは自分の基本を決めていただいて、そこから合うクラブをピックアップしていただいた方が
無駄な買い物もしなくて済むと思いますので、ぜひその自分の基本を知る、覚える、それについて毎回それをスピードで振る練習なんかをしていただいた方がいいと思います。では今回のですね、軌道が安定するについての動画、最後までご視聴ありがとうございました。